言わんとこ。そういえばなんか彦さんは今頂上まで登れんことになっとんじゃろ。野営場って書いておけどここやない、うん、ここから彦さんに登るのダメよってなっとったかやなこれ、うん、ねえ罰がついとる。そうやね、うん、じゃあしばらくここは、うん、難しいね、まあ、ちゅうことやね、ちょっと、はい、バーベキュー棟にここじゃない？うん、デイキャンプ場。うん、そっか、向こう側とか。そう、でも何も書いてないね。うん、うん、すごい。うん、本当に囲炉裏だ。ドレスにワンピースを着て。わあ。お喧嘩するじゃん。うん。すぐ戻るでしょう。戻る。結構いけるからね。うん。スリル満点よ、これ下が見えるけど。本当だ。ね、あ、やっぱ罠に引っかかっとうとかそんなんないよね。そんなんじゃないよ。こっちの耳、こっち聞いてるよ、耳で。ああ。ちょいちょい。聞いてる音、うん、ほら、耳で。じゃあ気にしてないってことかな。気にしないのかな。困ってるわけじゃないよね。困ってないね。うん、じゃあ行こうか。うん。ほらほら、待って、ほら見て。うん、あ、こっち向いたよ。うん。お、そろっと逃げようとしよう。うん。大丈夫？おいおい、お母さんとはぐれたんかな。はぐれたんかな。ちょいちょい、ちょっと触るわけかしね。触るわけかね。バイバイ。行こうか。うん。動画です。あ、動画。マチコの里。あ、ここ、うん、ステージがテントされてる。うん、うん、あ、ピザ窯ここにある。え、あ、僕だ。予約が必要です。1500円。巻き付きで、うん、ここはなんか武骨な感じやね。ね、
なんか本当これは野営地よね。なんか野営地やね。五右衛門風呂は500円だって。1.5 時間で500円。え？本当だ。1.5 時間使わせてもらえるの？いいね。1.5 時間500円。ほらほらほら。本当だ。そうか。そう、沸かすのも含めて 1.5 時間か。これはバンガロー。バンガロー。うん、電気も来てるんだね。うん。街灯がつけて。街灯来てる。